もピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロール講師やっていきますか。でね、このユートノンタンっていう方なんですけど、僕のコースにコメントがあったんですよ。サムネ映えするんで、ちょっとこのコースやってくれませんかって。クリア率はね、結構簡単なんですけど、多分あれ、いや待って、えっ、いや違う、今の A はあのマジで出た A、 あのコース名とかじゃないんですけど、これはみんな分かった、今もう分かったよ。私このパワーブロックを持つ、そして投げます。投げてからのやられます。ちょっと待って、これマジむずいね。これは多分だけど、今見た、みんな今めっちゃ偶然なんだけど、頭に当たる、頭に当たるでしょ。そしたらパウが吹く、この瞬間にこう来た。やられてんじゃねえか。いや、もうゴールできるよ。こっからパウを頭に当てます。そしてこんな感じ、よっしゃ、オッケー。いや確かにサムネ映えはするかもしんないんですけど、こんなギミックがあるっていうのをね、初めて知りました。どうもコース提供ありがとうございました。でね、今日のトロールコースなんですけど、詳しく探すからさ、投稿された日を30日以内で謎解きでちょっと探していきたいと思います。なんかコメントでね、最近のトロールコースは昔のコースと違って、あのギミックとかたくさんあるからね、楽しいですよっていうコメントがあったんですよ。なんでちょっと最近のコースをですね、遊んでいきたいと思います。はい、それじゃあ今日はですね、日本人の方、のっぺらぼうっていう方なんですけど、結構この方はですね、トロールコースとか作ってるんですよ。で、壊れたスイッチをぶったたきながら気合で作りました。どんな感じなんだろう。コントローラーの影響で騙しコースの投稿頻度が落ちるかもしれません。ということで、クリア率は 2.0%、 2.03% か。それじゃあやっていきましょう。なんかね、最速クリアがさ20秒だったんだよね。もしかしたらこれも最初からなんか歩いていってゴールできるみたいな、まあそんなんがあるかもしれないんですけど、それじゃあ今度は、うわ、これどうすればいいんだろうね。これ叩きます。そして、あ、これを持ってあの土管に入れみたいな、まあそんな感じか。ちょ、やり直さないか。ということで、この木のブロックを持って土管に入ろう。多分これでいいんじゃない。あ、待って、速攻中間くれるんだ。まあいただきます。そして一応ハテナブロック、ハテナブロックじゃないや、あのピンクコインも3つあるんですけど、今もう2つ取れてるもんね。さあこれはどうすればいいんでしょう。この猫をどうにかして取らなきゃいけないみたいな感じか。じゃあこれはもう左上の、ちょっ、いや来た、この鉄球で下のブロック開けてくれたんですけど、正解じゃないこれ。ほら、なんで次はこれは何だろう。あら、積んでないこれ。猫を取っていかないか、猫取らないかんから、どっかで猫取らないかないんだよな。いけるとことしてはもうこのドンケツんとこしかないよね。ここいけるのかな。お、いける、ちょっ、ドンケツからバブル、ケツバブル。それじゃあここドンケツを下から叩いたらバブル避け、あれ、あ、どっか入っちゃった。なんなんですかこれは。左行くしかありませんね。でもどうせ帰ってくる。待って、何よこれ。何よこのやり方は。いや面白いけどさ。それじゃあここはしっかり避けよう。そして右だね。多分このハテナブロック叩いたらまずいと思うんだよな。そしてキノコを取る、キノコじゃないね、ベルを取ります。なんですかここ、なんていけないんですかね。なんか宙に浮いてますけどルイージさん。どうすればいいんだ。あ、わかった、これさ、鈴取って左に戻るパターン、多分こっちでいけるね。そんでこのブロックを開けて右に行く、いや多分これだね。そしてこのまんま、あっ、え、これはなんか違う感じですか。あ、いや、いけそういけそういけそう。あ、積んだ。待って、積んだ積んだ。これチビになっておかなきゃいけないね。だからここは一回猫になって壊します、そして当たります、そして入ります。ホップステップジャンプみたいな。でここでプクプクが来るでしょ、来てからの右でオッケー、多分これで合ってるんですけど、下のカートに乗るべきかどうなんでしょう。もう乗るしかないんで、このまま乗って左に行きたいと思います。じゃあこれはカート乗って一回ジャンプするね。オッケー、でキノコ取る、キノコ取ってからの上に行く、
なんか無理やり感すごかったけど行けたからよしとしましょうじゃあ次はこれはスター取らなきゃいけないくさいね。絶対これスタートって左下に行く感じでしょ。バラエティ豊富だなでもどうやって飛んだら、ここで多分鉄球が出てくる。そしてスターを取る。なんで？それじゃあここはハテナを叩いてスターを取りますか。スターを取って、これは走ってっていいとか、一回ジャンプしようか。ジャンプします。あのアリさんにやられるところだったのかな。どうなんだろう。じゃあここは上に行くしかないのかな。あ、一回当たって上か。あ、多分これでいいね。なんか右顔になってたけど、うわ、なんか難しそうだねこれ。どうしよう。いや、なんかパズルっぽいな。一番右下怪しいんでここ叩きますね。うわ、なんもない。じゃあこのまま左に行きます。はい、大丈夫。いや、怖いから逃げよう。オッケー。あ、待って、今ブーメラン取っておけばよかったな。なんだこれ。いや、これもう積んでる感じだねそれじゃあこれはどうすればよかったんだろうね。下行ったらダメだったから、いや下行っていいのか。下行ってすぐ左に戻る。あ、違う、右に戻ってブーメランを取る。これが正解っぽいね。そしてこっち、うわっこれで積んじゃうのか。ブーメラン関係なく普通に左行ってみようか。一応中間ポイントあったからね、左に。ブーメラン餌かもしんないね。なんでこの土管入ったらね、もう普通に左行きます。左行って何もしない、何もしなくて壊れる。そして中間ゲット、これでいいんじゃない。ブーメラン餌だったっぽいね。ちょっええ、何な、ちょっと待って、なんでやられたの。チビじゃないといけないみたいな。あー、なるほど、ブロックに引っかかったのね。今度はちょっと待って、これ上行こう。なんか危なっかしいな下。ナイスクリボーの頭。そしてこのまま下に行くんですけど、ちょっとドッスン動いてくんないかな。これもう積んだ感じですかねこれクリボーの頭通ったらいけんっぽいね。じゃあここは早く行こう。早く一番右まで行こう。あれ、どこ行った。あれ、なんでこんなとこいんのなんでなんで、うわ、これもまた積んだやんか。どうしようもないやんかこれ。ここむずいね。ドッスンより一応早く行けみたい。オッケー、多分これでいいでしょ。そしてこれはなんだこれ。あ、なるほど。そしてうん、こっちでいい。多分このドアで合ってる。で、どうしようかな。これはこのハテナブロック叩くね。叩いて右に行こう。ちょっ、ちょっ、車邪魔くせそれじゃあここはね、何もしない、何もしないが正解。そしてキノコを取ってカートに乗っていきましょう。でジャンプ、そして、あ、そしてここで当たって、どこ、どこ行ったのあ、下落とし穴になってる。じゃあここはずっと右押しっぱでいいのかな。右押しっぱ、オッケー。でどうなってる。一番左とかアイテム出ないかな。あ、出ないね。これは、あ、出ない。っていうことはここはもう回転ジャンプで、ちょちょっはきれいに落ちてったな今それじゃあここは一旦普通に回転ジャンプする。オッケー。そして、あ、いや待って、それじゃあここは普通に回転ジャンプするでしょ。でまた普通に登ります。あ、え、これはどうすればいいんだろう。もう一回こう、え、待って、わかんねえ。なんか下っち書いてるね。あ、ここになんかあんじゃん。もうわかんねえよ。これはちょっと今のは絶対引っかかるって。うーわ、出たー。うわ、ひどいよこれ。中間ポイント1からのやり直し。うわ、マジかよ。あれ、あら、なんか右にゴールがあるんだけど。さっきと違うやんかここで出す、その言葉をじゃあ一旦やられて、あ、下ドア行けたね。下のドア何だったんだろう。こっからもうゴールができるのかな。どうなんだろうね。このドアに入って右にもうゴールがあったみたいな、多分そんな感じじゃないかな。あれ、何も変わんないね。
左行って、じゃあすぐ下戻ってみようか。なんでよ。あ、いや、ここにブーメランがあるね。いや違うの。じゃあこのドア入ってみようか。このドアなんだろう。ヒント、え、ヒント、右ホールド。あ、あれか、また半自動的なやつ。フローム CP1 だから、チェックポイント1から、あの、ずっと右おしっぱで行けみたいな感じかな。またここか。お世話になります。ここからずっと右、多分ダッシュしないでいいと思うんですよね。歩いてずっと右、いけんのこれ。あ、いけたいけたいけた。やっぱ最近なんかこういうの多いよね。ほらほらほら、これで本当にゴールまで行けんの。こっからどう行くのこれ。あ、右あかんくない。だってあら、あ、え、なになに、今のはすごいね。え、なんでこんなとこに出たんだろう。で、このまま右してゴールじゃないの。なんだそれ。ここで右ホールド離します。多分これで OK、 OK で、バネ持ってゴールしますか。なあルイージありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。